組織工学の概要組織工学とは、生物の組織を改善、または置換するために、細胞を組み合わせたり、工学、特に材料工学の手法を取り入れたり、生、科学的や物理科学的な因子を使うことである。例として、医療目的において生きた組織を作り出す際に、細胞が育つ、足場となる材料を使用する技術などが挙げられる。かつては、 バイオマテリアルの一分野として分類されていたが、その範囲が拡大し、重要性が増してきたことから、それ自体、一分野とされる。組織工学の定義は多くあり、広い範囲をカバーしたりもするが、実際には、この用語は、組織の一部、または全部を修復、または痴漢する医療と密接に関連して用いられる。しばしば、対象とする組織は、適切な機能を果たすために、 ある種の機械的、構造的な特性を必要とする。組織工学の用語は人工的に作られたシステム内に細胞を用いて特定の生科学的な働きをする試みにも適用されている。再生医療という用語は組織工学と同義語として使用されることが多いが、再生医療に関わるものは幹細胞または栓具細胞を用いて 組織を生産することに重点を置いている。アルジアンブルーで染色された様々な酸素濃度で培養された c 3 h 1 0 t 1二細胞、ランガーやバカンティが述べるように、組織工学の一般的な定義は、生物の組織や臓器の回復、維持、強化のための生物学的代用品の開発に向けて、工学及び生命科学の原則を適用する。 学際的な分野であろう。組織工学はまた、組織の成長の原理を理解し、臨床用途のために機能的に置換できる組織を作成するために、これを適用するとも定義されている。さらに、組織工学の基本的な想定は、自然な生物学のシステムを使い、組織機能の置換修復、維持、 強化を目的とした治療方法の開発においてより大きな成功を可能にすることであるとも説明される。組織工学の多くの分野における力強い発展により、組織痴漢部分と実現戦略の新たな組み合わせが得られている。バイオマテリアルや幹細胞、成長因子、分化因子、生物模倣環境における科学進歩によって、実験室において、 人工的な細胞外マトリックスや細胞、生物活性分子から組織を組み上げるまたとない、機械が生み出されている。現在、組織工学が直面している大きな課題は、移植を目的とした実験室で育てる組織により複雑な機能や生態力学的な安定性を持たせ、血管を申請させることである。組織工学での継続的な成功や、 人の組織を代替できる組織をいずれ開発するためには組織、マトリックス、成長因子、幹細胞、発生生物学、並びに材料科学とバイオインフォーマティクスの研究分野での工学的研究と基礎研究を統合する必要がある。2003年にはアメリカ国立科学財団はこの分野の歴史を 徹底的に解説した研究分野としての組織工学の誕生と題する報告を発表した。染色された培養細胞組織工学は生きた細胞を工学材料として利用する。例えば皮膚の痴漢、または修復には生きた繊維目細胞を使い、軟骨には生きた軟骨細胞を使うなど、それぞれの用途に応じて色々な種類の細胞が使われる。 血液などの液体の組織からは、細胞は、通常は、遠心分離、またはアフェレーシスによって抽出される。固形組織からの抽出はより困難である。通常、組織を細かく刻み、トリプシン、または、コラゲナーゼなどの酵素で消化して、細胞を保持する、細胞外マトリックスを除去する。その後、細胞は自由に浮遊するため、遠心分離、 またはアフェレーシスを用いて抽出される。トリップシンによる消化は温度に強く依存する。より高い温度ではマトリックスをより早く消化するが、より多くの損傷を与える。コラゲナーゼは温度依存性が少なく、損傷を与える細胞の数は減るが、時間がかかり、試薬が効果になる。マウスの ES 細胞細胞は、普通それらの起源によって分類される。足場は、 細胞が育つ際に細胞が足場とする材料である。望ましい細胞乾燥補作用が得られるように、医療目的のための機能を持った新しい組織の形成に使われるために作れる。細胞は時に3次元の組織を形成するため、3次元の足場に発種される。足場は天然の組織の細胞外マトリックスを模倣し、インビボ環境を再現し、細胞が 自分自身の微小環境に影響を及ぼすことを可能にする。それらは通常以下の目的の少なくとも一つに役立つ。2009年には胸部外科医のトルステン・ウォールズが率いる学際的なチームが初めて移植後も血管からの血流を受ける人工的な器官を患者に移植した。回転するカーボンナノチューブの3次元のアニメーション。カーボンナノチューブは 生体的合成であり、生分解性であり、生体分子で就職可能なため、組織工学の足場の候補の一つである。しかし、非生分解性のナノマテリアルの毒性は、完全には、理解されていない。組織の再建のために、足場はいくつかの特定の要件を満たさなければならない。細胞の箸及び栄養素の全体にわたる拡散を容易にするためには、多項で、 穴のサイズも適切である必要がある。足場は外科的な除去を必要としないように周辺組織によって吸収されるべきで足場の用途によっては生分解性は必須の因子である。分解が起きる速度は組織形成の速度とできるだけ一致しなければならない。これは細胞が自身の周囲に独自の自然な細胞外マトリックスを作る間足場は生物の体内で 構造的にサポートし、機械的負荷を新たに形成された組織に引き継ぎ、分解される。注射可能性も、また、臨床用途にとって重要である。臓器、プリンティングに関する最近の研究では、三次元的な環境を良好に制御することが、実験の再現性を保障し、より良い結果を出すことを示している。多くの異なる材料が研究されている。 これらの材料のほとんどは、組織工学が誕生する前に、生体再吸収可能な方法意図として、すでに使用され、医療分野ではすでに知られていたものである。これらの材料の例としては、コラーゲン及びいくつかのポリエステルが挙げられる。新しいバイオマテリアルは、理想的な特性と機能をカスタマイズできるように、設計されている。つまり、注入性、合成、生態的合成、 非免疫原性、透明度、ナノスケールの細い線に、低濃度、吸収率などを調整できる。プユラメイトリックスは、MIT の研究室のチャン、リッチ、クロードシンスキーとランガーにより開発され、現在では商業化され、臨床の組織工学に影響を与えている、新しい生態を模倣した足場ファミリーの一つである。一般的に使用される、合成材料は PLA である。 これは体外で分解して乳酸を生成するポリエステルで乳酸は体から容易に取り除かれる天然の化学物質である。同様の材料はポリグリコール酸及びポリカプロラクトンである。それらの分解メカニズムは PLA のそれと同様であるが PLA に比べて分解速度が PGA は速く PCL は遅い。これらの材料は 機械的強度や構造面では十分だが、素水性を示す。この素水性は、それらの生態適合性を阻害し、組織を育てる足場として、生態内での使用には向かない。生態適合性の欠如を修正するために、これらの素水性の材料を、浸水性であるより、生態適合性のある、ハイドロゲルと組み合わせるための多くの研究が行われている。これらのハイドロゲルは、 優れた生体的合性を持つが PLA、p c l および PGA の構造的な強度に欠ける。二つの異なるタイプの材料を組み合わせることによって研究者はより生体的合性のある組織の足場を生成する素材を作り出そうとしている。足場は天然材料から構築されてもよく、特に天然の素材から採取した細胞外マトリックスのいろいろな誘導体が 細胞増殖を支持する足場としての利用できるかが研究されている。コラーゲンやフィブリンなどのタンパク質性の材料やヒト酸やグリコサミのグリカンのような多糖類はすべて細胞適合性はあることが示されているが潜在的な免疫原性の問題が依然として残っている。逆の中でおそらく化強剤と組み合わせたヒアルロン酸は 骨格材料として有望な選択肢の一つである。研究中の足場の別の例は、生体の組織から細胞を除去し、細胞が残した細胞外マトリックスを足場として使うというものである。2014年にはナノマテリアルをハイドロゲルに組み込んで、ナノコンポジットの生体材料が作られ、 生物活性のある足場が作られた。ラトミールラによる2009年の研究では、生体内のような三次元の組織の培養条件を改善することを目的とし、細胞外マトリックスとしてのハイドロゲルに細胞を見落したものを安心させた紙を、相状を積み重ね、その後、その層を剥がし分析することで、酸素や栄養勾配が変わることで、分子レベルや遺伝的応答が、 三次元的にどう変わるかを調べられた。培養中の可用性分子の濃度をうまく勾配をつけることで従来の 3D 培養よりも効果的にこれらの勾配の細胞を特徴づけることが可能である。異なる厚さの紙及び培地の種類は様々な実験環境を再現することができる。解体時にこれらのシートは細胞ベースのハイスループットスクリーニング及び 創薬に有用であるかもしれない。組織工学で作られた人工血管組織工学で作られた人工心臓弁組織工学では細胞を培養する足場として使用される多項質の構造を作るための多くの異なる方法が文献で発表されている。これらの手法のそれぞれには利点があるが欠点のないものは出てきていない。以下にいくつか。 多孔質構造を作る方法を紹介する。エル・アヨービラによる2011年の研究発表に、治療的のための関節軟骨の痴漢へのためのコンピュータ支援設計を使った個体自由形状形成を用い、二つの異なる穴サイズを持つポリエル・ラクチド・マクロポーラスの足場を製造するための 3D プロット技術がある。この研究は、バイオリアクター内の機械的ストレスと、 小さい細口形が治療において細胞生存率が高く移植に向いていることを見出した。組織工学において大きな問題の一つは物質輸送に限界があることである。作られた組織は一般的に最初血液供給が不足しているため移植された細胞が生き残ることや生き残ったとしても適切に機能するのに十分な酸素や 栄養素を得ることが困難である。自己組織化は重要な役割を果たす。細胞とタンパク質のカプセル化の観点からも、また、設計した組織の構築や細胞の成長のための適切なスケールでの足場の作成の両方においても、自己組織化は重要な役割を果たす。ミクロメイソンギリートは、実験室で成長した細胞を三次元形状に、 組み立てるための最先端技術である。組織を単一の細胞に分解するためには、通常一緒に結合している細胞外マトリックスを溶解しなければならない。しかし、それは接着剤の役割を果たしており、それが除去されれば、細胞を自然の組織を構成する複雑な構造に再集合させることは非常に困難である。細胞は容易に積み重ねられないが、 細胞ブロックは簡単に重ねられる。したがってマイケローミセンリーはポリマーでできたキューブ内に生きた細胞をカプセル化し細胞ブロックを作ることから始まる。そのブロックは任意の形状で自己集合させることができる。気体との液体の表面に起こる波を組織工学に活用する手法が探求されている。この手法は液体の表面の波を使い、それは 数秒で動的に再構成することができ、マイクロスケールで、かつ並列的に達成することができる。ハイドロゲル、細胞、ニューロンを植えた、ビーズ、細胞、スフェロイドを様々な対象構造及び周期構造にマイクロスケールで組み立て、細胞の生存率も良好であった。三次元的なニューラルネットワークの形成は、14日間の組織培養後に達成された。 3D プリンターを用いて、臓器、または場合によっては、生物全体を印刷することが可能になるかもしれない。最近の革新的な方法では、熱化逆性ゲルをマトリックスとし、細胞の正確な層をインクジェットタイプの 3D プリンターを用いて構築する。血管を覆う細胞である内皮細胞は層を積み上げられ、リングとして印刷される。印刷後、 培養することで、これらが、チューブ状に融合し、血管のようになる。組織やさらには、臓器全体を3次元で高精度に作る試みは、先駆的な複数のプロジェクトや技術によってなされており、細胞の足場や、細胞を、層ごとに積み上げ、組織や臓器そのものを作ろうとしている。この装置は、ベイクフォレスト大学再生医療研究所のアンソニー。 アタラとベイクフォレスト大学泌尿機課長 WH ボイスがペットで示した。この講演では講演中に腎臓が舞台で印刷され監修に提示された。この技術は将来的に移植のための肝臓などの臓器の作成を可能にし、毒物学及び他の生物学的研究のための使用も可能になると予想される。近年、 多公子プロセッシングが軟骨の作成に使われている。ある種の幾何形状の細工が施された3次元の足場に軟骨細胞を巻くことで生体への移植の性能を改善することが分かった。生体的合成は市販のコラーゲン膜と同等だった。この研究の成果は六方形の細工が開いた微細構造骨格に軟骨細胞を発種することを組み合わせ。 有機無機ハイブリッドで軟骨組織を作れる可能性があることを示唆している。2013年には様々な形状の三次元のマトリゲルの足場を使用して実質的な水蔵オルガノイドがインビトロで生産された。少数の細胞のクラスターは1週間で4万個の細胞に増殖した。クラスターは消化酵素やインスリンのようなホルモンを作り出す細胞へと転換し、 水臓に似た水臓をオルガノイドへと自己組織化した。細胞はゲルの硬さや他の細胞との接触など周りの環境に影響され、安い。細胞を一つ一つバラバラにすると、オルガノイドは育たず、その発育には最低4個の近接細胞が必要であった。培地組成を改変することで、主に水臓栓具細胞からなる中空球であったり、 水臓の形態の形成、分化を自発的にする複雑なオルガノイドを産生した。水臓腺具細胞の維持及び拡大には、ノッチ及び FGF シグナル伝達が必須であり、生体内でその細胞が受けるシグナル伝達相互作用の再現が必要である。オルガノイドは、薬物検査やインスリン酸性細胞を移植医療で使うためのミニ臓器を作り出せる。 可能性があると考えられている。多くの場合、機能を持つ組織や生物学的構造をインビトロで作成するためには、細胞の生存、成長及び機能の誘発を促進するために、様々な培養を必要とする。一般に、細胞に基本的に必要なものは、酸素、pH、湿度、温度、栄養素及び浸透圧の維持であり、 それらは培養の条件によって維持されなければならない。組織工学において培養条件をどのようにするかというのは大きな問題である。標準的な細胞培養においては、核酸がしばしば栄養素及び代謝産物輸送の唯一の手段である。しかしながら、増器や組織全体の場合のように培養するものがより大きく複雑になるにつれて培養物を維持するためには、 組織内の毛細血管網の形成のように他の機構を使用する必要がある。移植のための血管を培養するバイオリアクター、組織培養では機能を誘発するために適切な因子、または刺激を与える必要があり、それも問題となっている。多くの場合、単純な培養では不十分である。成長因子、ホルモン、特定の代謝物、または 栄養素、科学的及び物理的刺激が必要な場合がある。例えば、特定の細胞は酸素濃度の変化に応答し、骨格の分化において、軟骨細胞は正常な発生の過程で低酸素状態、または低酸素に適応しなければならない。他の例では、内皮細胞のようなものは、血管で遭遇する液体の流れによる、 流れに流されてしまいそうになるストレスに応答する。圧力パルスなどの機械的刺激は、心臓弁、血管、または、心膜のようなあらゆる種類の心臓血管組織に有益であるようである。産業バイオリアクターとは異なり、組織工学におけるバイオリアクターは、インビトロで細胞、または組織の増殖を促進するために、生理学的環境をシミュレートしようとする装置である。 生理学的環境は、温度、酸素濃度、二酸化炭素濃度などの多くの異なるパラメータや、あらゆる種類の生物学的、科学的、または機械的刺激に及ぶ可能性がある。従って、組織へ力を加えたり、ストレスを与えたり、または二次元、または三次元的に電流をかけるシステムも存在する。学術及び産業研究施設では、 成長する組織の特定の生理学的環境を再現できるバイオリアクターを開発する。汎用的なバイオリアクター、あるいは特定用途のバイオリアクターも市販されており、性的な科学的刺激、機械的刺激、それらの組み合わせた環境を再現できる。3D 細胞培養に使用されるバイオリアクターは3次元で、 細胞を増殖させる目的で特別に設計された内部湿度と湿度が調節された小さなプラスチックの円筒形の培養器である。バイオリアクターの中にはポリエチレンテレフタレート膜のような生物活性合成材料を使用してスフェロイド細胞を取り囲み高レベルの栄養素を維持する環境下で培養する。それらは開閉が容易で スフェロイド細胞を検査のために取り出すことができるが、そのままチャンバーは100%の湿度を維持することができる。この湿度は細胞増殖や細胞の機能のために重要である。3次元にわたって各方向に等しい細胞増殖を確実にするために回転するより大きな装置の中にバイオリアクターの培養器が入れられている。MC2 バイテックは細胞の培養器のうちで 高い酸素濃度を維持するためにガス交換ができるプロトティッシューと呼ばれるバイオリアクターを開発した。以前のバイオリアクターとは違って高い酸素濃度が細胞の成長を助け、正常な細胞呼吸を行うのを助ける。2013年には東京大学のグループが長くて長さ1メートル程度、太さ100マイクロメートル程度の細胞を含んだセミを開発した。 これらの繊維は、二つの層流を形成するマイクロ流体装置を使用して作成された。マイクロ流体装置の二つの層には、の、角、層がある。発種した細胞をハイドロゲル内で数日間培養し、次に、それを生存可能な細胞繊維に取り込む。様々な細胞タイプ、筋細胞、内皮細胞、神経細胞繊維、および上皮細胞繊維を含む。 細胞外マトリックスを繊維に取り込んだ。このグループは、これらの繊維を折り、繊維を折るのと同様の機構で組織、または機関を製造することができることを示した。繊維上の形態は、伝統的な足場設計とは異なる手法であり、筋肉などは繊維細胞から構成されていることもこの手法の有利な点である。人工臓器とは、特定の臓器の機能の回復を目的として、 臓器を取り替えるために人間に移植または一体化される人工の装置である。人工臓器によって置き換えようとする機能はほとんどの場合生命維持に必須である。学問としての組織工学の最終的な目標は体の棚から離れた人工臓器と損傷組織の再生を可能にすることである。患者の幹細胞から人工臓器を作成するために 組織工学の学問領域では研究が続けられている。例えば多くの研究が細胞を取り巻く微小な環境の手がかりを理解することを目的としている。ありがとうございます。